LGBT のための法律ってピュアな差別解消のための法律だって皆さん思われているかもしれないんだけれどもそうじゃないっていうところも知ってもらいたいんですよこれは箱物行政と紐づいている話がありまして例えば私2013年にアメリカ国務省あの えー、国民省にに呼ばれてて LGBT 研修に行ってきたんですね。うん、でアメリカでは各州に LGBT センターで立派なビルが建ってるわけですよ。うん、でた日本も多分そうなると思うんですねあの。男女共同参画社会基本法ができた時に男女共同参画センターだとかウィーメンセンターがいっぱいできたじゃないですか。であれと同じ状況ができるだろう。で LGBT センターが各県にできた暁には誰がセンター長になるのか、うん、どこの団体が職員と そこで使われる教材はどこの団体が受注するのかっていうことでもう今から綱引きが始まってるわけですよ。うん、で自民党側にも自民党側の、えー、LGBT 活動家の皆さんがいらっしゃいますで野党側には野党側の活動家の皆さんがいらっしゃいます、うん、でどちらが主導権を握るのかっていうことで、うん、もうもめにもめてるわけですよね。でそういういことも多多分多くの皆さんは知る ことができてなないいいいんじゃないかううふうに思いますよ l LGBT 理解増進法を自民党案をベースにして与野党協議の修正案が作られた、うんはい、でそれを自民党の部会で大紛糾して、はい、で総務会で否定をされましたよねで、はい、その時に LGBT 活動家の側はどういうあの意見を言っていたかというと当初は自民党案の LGBT 理解増進法案に大反対だったんです<う>記者会見までてところが途中から賛成に転じるわけですよ。うん、で彼らがネットで何をつぶやいて いいたかとうとにかく通してくれさえすればいいとあとはこちらで 勝手に使わせてもらうからっていうを言ってるわけですよね。そ,ねその裁判闘争で、の中で、うん、あの。これをまあいかようにでも利用できるんだ、うん、ということを彼らは言うわけですよね。で、あの、そういう下心が、まあ、見えるわけですよね。うん、で、そういう中で。あの、まあ、あの、修正案っていうのは、あの、な,なんて作られていったっていうふうに、私には見えたんですよね。あの、例えば、女性スペースの会でありまして、はい、彼ら彼女ら。 たちはやっぱり女性のスペースにですね女性を自称する男性に入ってきてほしくないというまさに女性の人権を守ってくださいという立場の人たちなんですね。はい、で合間支援センターの活動家の人たちもですねやっぱり合間された女性ってやっぱりこうトラウマがあるからその男性恐怖症なわけですよね。でいくらその自称女性性だだととってももう外見が男性だと いう人がそのまさにその女,性トイレとか女性の、ね、スペースに入ってこられるともうトラウマがあるからもう精神的な苦痛に耐えられなくなってくるっていうんですよね。でやっぱりそういう人たちの、ね、声ももうちょっと、ね、メディアで報道してほしいんですけどほとんんどしてくれないんですねそうなんですよでそういう意見を言うと差別だって言われるんだけれどもこれは差別ではないんですよね。そのトランンスジェンダーの人権と 女性の人権がバッティングしている状況、正義と正義が対立関係にあるっていうまあこういう難しい連立方程式をどのように解いていくのかっていうのがまさに政治の仕事で、うん、政治っていうのはやっぱり微調整をするのが仕事ですから、でそこから逃げちゃいけないと思うんですね。片一方の意見だけをこう持ち上げてこれが絶対であるっていうことにはならないわけですよ。LGBT 問題っていうのは黎明期なんですよね。まだまだあの。 議論しなければいけない論点というのは多岐にわたるので,で左派の皆さんが言っているところはゴールではないんですよ。この LGBT 問題をバランスよく捉えていく必要があると思うんでねあのこれからもまたぜひあの松浦大悟先生からのアドバイスもねいいただきながらもちろん松浦大変あのご本人の前で申し上げますけど、はい、松浦先生の 考えだけじゃななくてね、はい、いろんな人のね、はい、我々はだから本当にあのまあ左派と言われる活動家の声もちゃんと聞きながら当事、はい、者もいろんな方いらっしゃいますしえやっぱりこういろんな人の話を聞いた上でま政治の力でね本当に困ってる人たちその人たちを救って取り残さない自殺させないっていうね ことをやっていきたいと思ってますので、折に触れてですねアドバイスしていただけるとありがありがたく存じます。はいありがとうございます。もうとにかくマスコミが左派の活動家の人たちの声しか取り上げないので、LGBT の保守もいるんだよっていうところをやっぱり分かっていただきたいんですよね。でその声を取り上げてくださるあのキル先生本当にありがたいですので、また今後ともよろしくお願いいたします。またよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。